社長お疲れ様です。お疲れ様です。社長、はい、今日これどうしたんですか。今日はこちらに来ております。はい、えリジャーナル。リジャーナル、まあ、横浜なんだけど、はい、完全予約制です。なんかね、要は貸し切りなんだよね。あ、貸し切りで何やらレストランに来たということで。そうで貸し切りで、はい、ちょっとこれ見てこれ車、はい、これ人映んないよね。あ、はい、人は映さないけど、まあこんな感じでもうひたすら LM とはい、新型アルファードが LM と新型アルファード、はい、つまり、まあ、セレブが来ていると。まあ、そうだよね。こんだけすごいね、はい、LM すごいね。こんだけそこに自分のタントありますからね。ポツンとで、これはどんな、まあ、イベントかと言いますと、はい、8月5日、あ、5日、はいはい、横浜の、ね、花火大会なんですよね。あ、なるほど。それで今みなとみらい付近にそうで来て、これ、はい、まあ、そのアジムットの、はい、まあ、ここに書いてあるやな、アジムット、はい、クルーザーね、イタリアの。あ、社長の船ですね。そうそうそう、アジムットのね、はい、シーブリーズさん、あの船のショップ。あ、過去にも出ていた。そうそうそう、はい、が貸し切りにしてアジムットのお客さんを招待したんだ。まあ、招待でも自腹なんだけど。自腹で、いくら招待ではない。招待ではないんだけど、はい、まあでも結構ね、シーブリーズさんも、はい、結構赤字らしいよ。あ、赤字覚悟で、うん、赤字覚悟のイベントらしい。あ、で、まあ、要はみんなここにアジムットが集まり、はい、こっから花火みんなで見る。あ、この海を一直線に行って夜の花火を見ると。見ると。おすごいね。セレブは花火を陸から見ないんですか。陸から見ない。まあ、ぶっちゃけこっからでも見えんだけど、ね、あ、そうですよね。こっからでも見えんだけど、ね、本当そうですよね。そうそうそう、ここでもう十分特等席だと思うんです。かなり特等席、はい、うん、ここで今日はちなみに、あの、うん、誰と来られてるんですか、メンバー。今日ね、うちのね、あの社員とか来てんだよね。あ、うん、社員さん、あの結構9名ぐらい、もう結構な数の。いや、結構いい。そうですよね、うん、すごいね、これでかい。でかいね。でかいですね、これ。これ S8 つけ、これ友達のなんだけど。あ、これお友達なんですか。そうそうそう、さすが。そうそうそう。でかいね。でかい。中もなんかすごそうですね。そうなんだよ。で、まあ、こっちから、はい、こっちから行くと、うわ、見てよこれ。おお、え、なんかベッドありますね。ベッドあるんですよ、船の上に。そう、うわ、すげえ。そう、この間ね、この船でね、はい、乗せてもらって花火見に行ったんだよね。あ、社長はもう、そう、積みですか、これは。積みで乗り積みですか。そうそうそう、モニターも大きいし、でかいんだよ。なんかもう全てが快適そうですよね。俺の船はちなみにまだですよね。もう今待機してる。今待機中。あ、じゃあこれから社長の船。ああ、ごちそうさまです。ああ、6時になったらここあの船入ってきます。へえ。あ、社長の船が。船が登場。あと何艇ぐらい来るんですか。7艇。うえ。すげえね。夜とかなんか怖いですね。そんなに船がバーっていて。ねえ、ぶつかりそうだよ。見えるのかっていう。ちなみに一番今回でかいの。さんの。ああ、この船が、うん、社長のお友達の船一番でかいんですね。ちなみに、うん、あのこの一番でかい船は、はい、これおいくらぐらいになっちゃうんですか。お値段ですか。これも、ね、はい、今のその円で計算すると10億ぐらいになっちゃうんじゃないの。10億の船ですか、これ。なっちゃうんじゃないの。でちょっとなんか、あ、これそうですよね、ビュッフェが、うん、今はオーナーさんたちがビュッフェでご飯を食べている状況ですね。そうですね。まあ一応あのご飯も食べれるし、お酒も飲めるしみたいな。ちなみに社長、この後のスケジュールとしては、うんうん、今6時ぐらいじゃないですか。そうだね、6時だね。で、はい、6時に俺の船来るでしょ。来てで、まだ行かないんだ。まだ行かないんですね。そうで、まあ、1時間ぐらいグダグダして、はい、でそれから、7時ぐらいに出るのか。あ、7時に出発、うん、で7時半ぐらいからこれすげえんだよ、横浜の花火。何がすげえかって、はいはい、2万発上がるの。2万発ってすごいじゃん。すごいですね。でしかもそれを30分やばくない。練習じゃないですか。ボン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 。常にフィナーレ。常にフィナーレの花火大会が間近で見れると。やばくない？なるほど。じゃあちょっとその花火まで、うん、一旦ちょっと1時間ぐらい時間あるということで、そうだね、待ちますか。はい、待ちます。乗船まで。はい。OK です。はい。到着しました。あー、来ましたね、はい、社長の船が。じゃあ乗りましょう。あ、行きますか、はい、お願いします。お願いします。はい、はい、
あ、おお、いいね。あ、このふかふかこのソファで、ソファでベッドで、うん、これ見るわけですね、うん、あ、本当にこう踏むとそうそうそうすごいふかふかですね。そう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 、あ、後藤さんって本当バカだな、お前危ないよマジで。落ちないか心配ですね。マジ危ないよ。大丈夫大丈夫。これ何か草なの。じゃあ今お前撮ってんだよ社長も休日は結構あれですね、うん、お子さんとこうやって。俺んちの子じゃねえからしかもそうですね。どこの子だよあれ。どこの子よくわかんないけどどこの子だよ。はい、そういうことですげえ子供いっぱいいんだけど、なんか知んねえけど。おバイバイして、バイバイして。おお、社長これがセレブの花火ですか。セレブな、まだちょっと寄ってっから、まだちょっとこれからですね。夜から夜から。うわ、でもこれ夜のこのクルージング、あ、いいね。ほら見て見て見て、あ、おおおおおおいいね。おお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 、え、夜のクルージングってこんなに気持ちいいんですね。ああ、ね、気持ちいいよね。昼は暑いけどさ、はい、おお落とすね、待って。おお結構揺れますね。揺れるんで。あ、社員さんで。そう、うちさん、あのブシュートビさんの社員さんで。あ、ありがとうございますで社員さんもこうやってそうそうそう、あの連れて行って呼んでいただきました、ありがとうございます。やっぱ社長とはよく花火大会も行かれるんですか。今回でも、あの、じゃあ去年ね、中止になっちゃったんだよね。そうなんですよ、去年も誘っていただいてたんですけど。ああ、そうなんですね。はい、もうめちゃくちゃ嬉しいです。ああ、いやもうあ、こうやって社員さんを。そうなんですよ、やはりあの貴族の遊びで、やっぱり貴族の遊びってなんだよ皆さんで。そうそうそう、楽しむんですね、こうやって。そう、夏の夜は。うわ、めっちゃいいじゃん。うわ、社長やっぱこうやって休日にこういうイベントでやっぱリフレッシュしていく、うん、っていうことなんですね。まあ、そうですね。いや、もうそっから上がってっからね、根元。あ、あ、もう根元にいるんです ね。真正面根元。これなんか爆発とかしたらやば、ね、やばそうですねこれ。本当だ、根元にいるんですねみんな。根元にいますね。船が。ほら。え、うん？結構近いよもう根元。セレブは花火を根元から見るんですね。根元から見る。根元から見るんです。そういうことなんですか。あ、これ確かに感動しますね、これ。ね、うわ、これはいい日ですね。すごい。あ、ちょっと高くね。ね、高いね。でかいね。すごい。すごい。高いね。高いやついる。うわ。これいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。うわー、いいね。お、すげえ。お、すげえ。すごい。お。でかい。何これ。うわ、すごい。うわ。すげえ出てる。あれ、何あれ何あれ、すごい出てる。すごい出てる。どっから出てるのあれ。音がすごい。
でかいよ、でかいよ。やばい。うわこれでも買ってから打ち込んでましたね今。やばいね。おっちゃんありがとう。うわ、社長ありがとうございます。シャイさん、あのどうでしたか花火大会は。いやすごい綺麗でした。最高でした。ありがとうございます。いや、シャイさんも大満足ということで。ね、これは今からもう船がみんなこう帰り始めてますね。そう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 。はい。あ、一斉に。そう。もう。うわ。横を見てもそうこれもうねあの、はい、渋滞になっちゃうから、はい、もうみんなどんどん出てくんで。あ、そういうことなんですね。船はいいよね。だからこういう遊び方ができるじゃん、はい、いやなんか自分はあの本当に感動しました。あ、こんなに近くで花を見るとすごいでしょ。こんなに違うんだっていう。あなんかはいはい、どうですか、花火は。やばかったですか。本当に、ありがとうございます、はい、本当になんか去年含め今年も楽しかったです。ありがとうございます。すいません。お兄さんどうでした、花火は。めっちゃ楽しかったです。あ、楽しかった。迫力がすごかった。迫力すごかった。お兄さんは、はい、あの一昨年だったりとかもやっぱ来てるんですか、はい、この花火大会は。毎回大体来ます。やっぱりいいですか、はい、この花火。船から見るからよりあれですよね、格別で。ああ、やっぱり格別でしたか。いい、はい、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。あ、マッサン。あ、どうも。マッチャンさん。あ、なんか首に。どうもどうも。以前あの、はい、動画に出ていただいた、はい、マッチャンさん。あの天気が未だに取れなくて。あ、はい。今日あの花火はどうでした。良かったですね。あ、たまやって感じでした。じゃあまた来年も、来年もあの来たいと思いますんで。わかりました。ぜひ。ありがとうございます。よろしくお願いします。あ、じゃあ、ちょ、社員さん。社長。あ、社長。弟さん。あ、社長の弟さん。ちょっとね、あの、ちょっと酔ってない時に。あ、今酔っ払ってるんですか。酒は酔ってないんだけど、船に乗っては船にちょっと酔って。あ、船酔いされてるんですね。すいません。あ、でも。揺れに参っちゃったらしい。あ、でもご兄弟でこうやってやっぱり、あの、一緒の船に乗って、やっぱ仲はいいんですね。あの、はい、あの、よくしてもらってますね。あ、なるほど。じゃあもうまた来年も。来年もね、はい、あの来れたらいいですね。 ありがとうございます。あ、はい、さっき出ました。もういいかなみたいな感じですか。何回もいいかな。じゃあ最後にあのちょっと花火どうだったかなっていうのを。ありがとうございました。楽しかったです。ありがとうございます。いや、すごかったね。で、今一応船からも降りて、うん、そうだね、もう今日は帰宅ということで、はい、いや社長本当に、ね、あの社員さんみんな満足、あのインタビュー行ってきたんですけど、うんうん、皆さん満足そうでね、満足そうで、よかったよかった、はい、本当にいい一日を自分も含めて、ね、ありがとうございました、うんね、わかりました。じゃあ今日は終わりにしましょう。はい、はい、あー、誰か携帯忘れてるって。はい、はい、あ、で、出た。誰だっていうね、携帯忘れるやつ絶対いるっていう、はいはい、船あるあるなんです、ね、そう、船あるあるっていうことで、はい、じゃあ終わりにしましょう。じゃあ、はい、あの社長ありがとうございました、はいはい、じゃあチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします、はい。